小走り溶岩流と岩手山焼き走り、溶岩流付近の空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成焼き走り溶岩流は、岩手県八幡大市にある、岩手山中腹から流出した溶岩流により形成された岩原である。国の特別天然記念物に指定されている。 小走り溶岩流森岡市焼き走り溶岩流の一き走り溶岩流は岩手山の北東斜面山腹から山陸にかけた標高約550-1200メートルに広がり天然記念物に指定された面積は149.63ヘクタール溶岩流の延長は約4キロメートル岩石の種類は含むカン寒羅シ思想奇跡普通ンザ安山岩である 一般的に奇跡安山岩溶岩は粘性が大きいが小走り溶岩流の溶岩は粘性が小さく流動性に富んでいると言われている。岩手山は山頂部に爆裂カルデラと中央化工球を持つ塩水系の清掃火山であり1686年から1934年の間に複数回爆発と溶岩流噴出の火山活動記録が 残されているが、小走り溶岩流はこれら山頂部の噴火活動とは違う、中腹部にできた噴火口、いわゆる規制火山から流出したものである。小走り溶岩流が形成された火山活動の年代は、従来より1719年正月とされているが、近年の研究では1732年とする説もある。溶岩流を作った噴出口は、 岩手山の東側山腹、標高850メートルから1250メートル付近まで、直線上に複数箇所残っており、いずれも高さ4から5メートル、直径4メートルほどのものである。そのうち、第一噴出鉱石、第二噴出鉱石は、国土地理院発行の2万5000分の一地形図に表記されている。小走り溶岩流の名称の由来は、 真っ赤な溶岩流が山の斜面を急速な速さで流下するのを見た当時の人々が小走りと呼んだことによるものであると言われており地元では古くから小走りと呼ばれていた溶岩流の表面は波紋状の凸凹がありこれが虎の島模様のように見えることから虎形と呼ばれているまた シワ状模様の存在は、粘性が小さい溶岩であったことを示している。小走り溶岩流は噴出時期が、比較的、新しいため風化作用が進んでおらず、その表面には未だに土壌が形成されていないことから、植生に乏しく噴出当時の知見を止めている。溶岩流そのものは、火山国日本では珍しいものではないが、氷土や樹木に覆われず、 地形的改変もないのは学術的に貴重であり、1944年11月7日に国の天然記念物に指定され、1952年3月29日には特別天然記念物に格上げされている。また、1956年に制定されたとあだ、八幡大国立公園の特別保護地区にも指定されている。今日では、溶岩流末端に、 片道約 1km の観察路が設けられており、積雪で閉鎖される。陶器以外は自由に見学することができる。また散策路の終点には、当地を訪れた宮沢賢治による死、怒り岩流の石踏みが建てられている。噴出口付近を中心とした空中写真。画像左下端が山頂カルデラ島園。 画像中央付近の植生の境界やや右側に見える突起状の突部が噴出鉱石。小走り屋岩流は画像右上に見える。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。